ちによる総踊りです。曲目はおなじみ横浜いいじゃん。会場の皆さんもご一緒にどうぞ。未来につなげ、みんなの笑顔。それでは元気に賑やかに参りましょう。自分のチームが呼ばれたら、立ち上がるなり手を振るなりして皆さんに答えてください。まずヨウサンキャッピーズ、はい、頑張りました。破天荒ハマバトン、パワフルリトルチアーズ、オーカハッピーキッズ27、
シグネット横浜白虎隊、K-1 ドリーマイルレッサンス躍動祭りワイワイ横浜、それから特別参加のホッピング、あと紅北キッズ。ではこのまま最後、統率していただきました近藤先生、どうぞ。ありがとうございました。このままご挨拶。ありがとうございました。はい、ですね、今年は、養蚕ケアピーズのみんなと大岡ハッピーキッズのみんなが発表してくれました。この横浜いいじゃんは2012年にこの開校祭で生まれました。ここに来てくださってる白鳥先生、そして躍動の佐藤先生、そしてですね、今日初登場ですカズさんです。はい、私たち4人で、歌を録音しております。こういう感じでね、アドリブでね歌ってくれるみたいな録音だったんですよね。カズさん、あの時はどうでした？結構無茶ぶりがねありましたね。はい、もう会って突然にここの曲のこの辺でちょっとアドリブ入れてもらいたいんですね、ソウルっぽい感じでみたいな感じでね、録音させていただきました。今日初のお目見えで皆さんカズさんですよ、素敵なお互いなので、はい、ありがとうございました。はい、そして2012年に発表してから、約2年が経ちました。横浜いいじゃんが今年4月に、横浜市の334校の小学校に一つの教材としてビデオと音源が配布されました。はい、それでですね、そんな経過もあって、発表のところに、小学校の一般参加の子どもたちを募集しましたところ、参加してくれたのが大岡小学校のみんなと陽光台第三小学校のみんなでした。はい、これからますますこの横浜いいじゃんがみんなに踊られていくのかなと思うとワクワクします。はい、また来年もお会いできるといいのですけれども、皆さん横よね、みなこへまた参加したいですよね、開校祭でね踊りたいですよね。はい、また来年もよろしくお願いします。はい、今年ありがとうございました。ありがとうございました。じゃあみんなで開校祭海の誕生日おめでとう言いましょう。いくよ、昨日練習しましたよね。いきますよ、横浜開校祭海のお誕生日おめでとう。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。第33回横浜開校祭、今ご案内の通り明日が最終日、明日は6月2日の開校記念日ということになります。そしてもちろん明日午前中からお祭りが最終日展開して、ちょうど明日のこの時間8時20分過ぎに花火が打ち上がります。また明日この場所でお会いしましょう。今日はお気をつけて一旦お家にお帰りください。ありがとうございました。